勉強どうしてもはかどらないんですけど、どうしてですか？俺勉強したことないからあんまわかんねえな。勉強ってマジですげえよ。俺はダメだったな、勉強は。見出せなかったんだよね。やっぱり学生の時に、この今俺がやってることが将来的に役に立つのかっていうところに。今俺これ何これ、このなんか数学の勉強ってやってるけど、絶対将来使わんくらいですか。公文？我々日本語喋ればよくないですかみたいな。ダメだったね、そこが。だから今勉強してる人すげえよ。今すごい思ってるから。もう無限にいるじゃん。大人になってから勉強しようと、勉強してたらよかったなって思うよっていうやついない？それって本当に思うんだけどね。それじゃあ説得力ないよな。勉強やんないやつな。子供の時それ言われても何の説得力もないし、それで活力になったりは全くしないじゃん。なんて言ったらいいんだろうね。本読んだりしだしたのも俺25、6ぐらいからだもん。好きな教科は？算数。算数が好き俺。俺中学受験しかしてないから、ギリちゃんと勉強したのがそこら辺で、算数が一番一心でやってた時に偏差値良かったんだよ、他の教科。俺算数だけで言うと偏差値57ぐらいあったの。国語とかの偏差値が俺45とかだった。社会がえぐくて30とか40いくかどうか。でもなんか算数だけは57ぐらい。なんでやったんだろうね。懐かしいな。中学受験の時の社会とかさ、倉敷でしょ、倉敷。倉敷がなんだかもう俺わかんないけど。俺は一心っていう塾に通ってたんだよ、中学受験をするときね。比較的中学受験をする中だと、その、なんだろうな、緩い方。緩いって言っても夏休みは、朝9時から12時まで授業があって、そっから1時間休憩の、そっから夜まで授業があるみたいな、夏期講習があるって、それでもなんか緩いって言われて、他の塾だと、四谷大塚とかサピックスとかは、受験合宿があって、家にも帰れないで、ずっと勉強してる。だから、どっかだけ、サピックスってことかだけ、サピックスに関してはなんか勉強するときは鉢巻きしてたしね、俺の時代は。今もあんのかな、てか、今もあんの？じゃ、わかんねえか、小学生のやついねえから。受験の時は鉛筆で行きましょうって。俺の時の中学受験って鉛筆で行かないと論外なんだよね。シャーペン使ってるだけで教科が落ちるとかいう謎のあれがあったからさ。シャーペン使ってるやつはイキリだね、ほんとに。ペン回しすると偏差値5下がるって言われた。ペン回ししかしてなかったから、じゃあこんなバカなのか？俺は。もうずーっとペン回してたぞ、俺。こうやって勉強できないのに。俺の時はさ、ぶっといペン回しのペンがあんのよ。こっちが太くて、こっちも太くて、重心が片っぽずつ太いのがあって、ブンブン回せんの。今勉強できるやつすげえよ。やっぱりね、役に立つなーってすごい思うから、特に配信なんて人前でこうやって喋りを披露するお仕事だからさ、知識なんてあればあるほど得だなって。ね、それって君たちにも状況下としてあるから、人と雑談をしてる時とかさ。でも、それが逆に働く場合もあるよ。例えば、ジャスだったら北海道の位置どこって言って、北海道の位置わかんないのからなんかその会話に発展するじゃん。そういう発展の仕方もあるけどね。結局は地頭の良さなんだけど。語彙力とかあって得は、なんか損はしないと思うわ。勉強頑張って。だから俺はなんか母さんが俺に中学受験をさせたのは正解だなって思う。小学校の時ってギリなんかすごい強制力があるじゃん。親が絶対じゃん。俺の制御がつくうちに俺に勉強させてくれたのは正解だなって思う。運動神経比較的いいかな。球技全般平均よりできる。徒競走も速いけど、機械体操がその分反動でできない。俺側転できないね。中学の時の授業の時間に柔道部屋みたいなところで端っこから端っこまで後転をするっていうくるんくるんくるんっていう授業があったんだけど、2回転目で肩脱臼しちゃって、そっからダメだな。